30万の野球でも、ですからあるいはねこういったのレスリングのレフリーっていうのもね緊張して硬くなると簡単にあの1、2、3っていうのをね入れられなくて自分であの硬くなってカウントが入らないのかも分かりませんね。そうかもしれないですね、はい、そうそう選手は辛いですね、しかしね、そうなんですよ、だからねこれ大変なことになりますよ。さあもう村山第一レフリーは汗びっしょりであります。そして選手も汗びっしょり、大変な試合になりました。まさに死闘を展開しております。いやーおキャンピーのマリちゃんマーちゃんねえ、今日は初めての女子プロレス観戦なんですけども力の入った一戦でしょう、ねえ、はい、ですね、そういう意味ですね、はい、なります。あとはですからレフリーとの勝負ということにもなります。まあ、このレフリーをうまく騙しながらねレフリーを自分の方に手なずけながら勝負をしていくというのが極悪同盟ダンプ松本のうまいところであります。そういった教えを十分に受けております岩本久美子。そしてドリル仲間へちょっと形勢が不利になりました。次つか極悪の若い選手が入ってくるとは思いませんでした。これはどうでしょうか。村山レフリーが下に降りております。反則のカウンターを取っております。放送席がめちゃめちゃだ。これはどうやらどうでしょうか。しかしまあこれが極悪同盟のねやはりあの伝統というんでしょうか。苦しくなった時には凶器を使う反則攻撃をやる。そして長堀顔面を切り攻めていますバット。さあこうなったら長堀チャンピオンチーム一気に肩をつけてもらいたいような気がいたします。そして